こんばんは。今日は本当に女性にとってこの時間にこんなところに来るなんて本当に大変なことを私が一番分かっております。なのにこんなにたくさんの人に集まっていただいて本当に感激でございます。ありがとうございます。そしてこの選挙戦に私の父のようにずっとお支えしていただいております深谷隆先生、そして深谷恵子奥様、本当にありがとうございます。私たちはずっと深谷夫婦の背中を見て一歩一歩歩んでまいりました。絶対恥じることないこの選挙戦を戦い抜いていきたいと思います。そして数ヶ月も前からこの黄色いベストを着て中谷文隆と一緒に早朝から駅に立って中谷です、中谷をよろしくお願いしますと毎日毎日朝から晩まで立ってくださっていた文教区議会の先生方、本当にありがとうございます。もうきっと自分の選挙の頃よりもすごい疲れていると思いますが、いつも私の顔を見て頑張ろう頑張ろう、前を向いて頑張ろうね、励ましてもらっています。絶対に皆さんに仲良く都政進めてよかったと思われるような素晴らしい、すいません